伸身のダブルなんですけどね、はい、どうしても2回目が屈伸になってきますね。でもね、高い位置でちゃんと宙返りしてますよ。はい、まあ、篠田選手も世界選手権では跳馬の大失敗がありましたですが、そうなんですよ、それに見えず頑張りましたね。この人は本当に根性の持ち主ですね。あの後演技できないんじゃないかと思いましたもんね。そうなんです、それがきちっとやりましてね、最後までやりましたよ。はい、まあ、こういう即前宙の技も取り入れております。この選手がね、はい、デビューした頃に比べますと本当に動きもね綺麗になりましたし、はい、やはり王者としての日本のトップのね選手だと思います。自分の欠点をよくね、はい、直してますね。2年連続日本のチャンピオンであります篠田美穂。最後は屈伸の2回。いや、素晴らしい演技でした。良かったですね。はい、